子供を賢くする方法の1でございます。お子様を賢くするには親御様の心の恐れをなくすことがまず第一です。恐れや不安は子供に鏡のように伝わります。子供に無理やり強制して勉強しなさいというのではなくて、親御様自身が学習する喜び、学ぶ喜びを身につけることが重要でございます。子供は親の背を見て育つといいますか、学習塾をしていてこんなことを言うのもなんですが、学習塾へ行かなくても一番を取ったり、いい成績を取ったり、いい大学に入ったりする子は確実におられます。ひとえに家庭の教育環境を良くすることに尽きることだと私は思います。おいおい、この資料を使いながらいかにすれば子供を賢くするかということをご説明申し上げます。私は18歳で家庭教師を始めて、現在還暦を迎えて32年間この仕事に携わってまいりました。子供を賢くするにはどうすればいいか、子供が賢いということはどういうことかについて日々考え続けました。結論から申しますと、子供が辞めていかない塾にするにはどうすればいいかということと、子供が賢くなるというのは全く等価値であるという結論に達しました。別に学習塾に行くから子供の成績が上がるわけではなくってね、勉強するのはあくまでもお子様で、私はその準備をするのにでしかないかなと思っております。徳島県徳島市畑1丁目7番18号、お電話番号が 088-653-1713 で、幼稚園児、小学生、中学生、高校生と持ち上がり式で教えております。幼児塾と学童と学習塾のお月謝は共通で1月11,000円、入塾時のお月謝を
幼少中高と低学で維持する制度がございます。緑家庭保育園以来、数十年来の伝統と実績がございます。自由で、融通が効きますよ。この融通をお聞かせするところが、民間の教育機関の一番いいところだと思っております。塾卒業生就職先、公務員、医師、教師、薬剤師、警察官、コンピューター、情報関係、他多数でございます。我が母の教えは、手に職をつけなさい。老後の生活を安定させなさい、でございました。資格を取るためには、試験に合格する必要があります。私は、高校の教員の一級の普通免許を取得しました。試験に合格するためにはお子様の基礎学力を養成するということが一番大切なことではないかと考えるようになりました。世の中がどんなに変わっても、どんなところに就職しても、どんな人間関係があっても、基礎学力があって、元気で明るくって人に好かれる、一番大切なことはお子様自身が幸せになるということ以外にないと思っています。勉強はできても冷たい人間には僕はなっては欲しくはありません。お子様が賢くなる幼児塾、1日1000円だけ税込みでございます。幼稚園がお休み中など土日もお勉強とお預かりいたします。幼児の場合は前もって予約が必要でございます。1日単位で1日1000円で預ける方法とか、夏休み一夏1万1000円で預ける方法がございます。朝預かってお迎えまで、楽しい時間を過ごさせます。決して無理をさせず、お子様が楽しく過ごせるようないろいろな教材を用意しております。仲の良いお友達と一緒に預けていただくと、お互いにとても楽しい時間が過ごせます。お子様に楽しい記憶を残してあげるということが一番大切だ。なんか楽しい雰囲気で勉強できたなと。勉強の立ち上げですね。字の読めないお子様に字を読めるようにするという仕事はとても尊い仕事だと私は考えております。もともとは中学生を教えてあら、これは小学校から教えとかなあかんなあと。小学校を教えとったら、ああ、これは幼稚園ぐらいとか教えとったらもっと賢くなるんじゃないかなと。もともとはグレン・ドーマン法を研究している中で、障害を持たれた人が健常時を超える学力を手に入れたと。これを健常時の方に応用するとさらにもっと伸びるんではないかと。まあ、結論から言いますと、無理をさせずに楽しい雰囲気で、学ぶ喜びを身につけてあげるとうまくいくというのが結論でございます。無理をさせずに、お子様の教育を楽しむ、まあ、私自身が子供を教えてて楽しいし、
例えばお母さんがお子さんを教えていて楽しい、お父さんがお母さんを教えていて楽しいとかいうのはうまくいくケースだと思います。子供を泣くほど教えてはダメです。子供を泣くほど教える親御様というのはね、基準が親御様にあるから子供お子様がそう見えるわけでございます。判断の基準を根本をお子様の立場において考えると、お前よくやっとるなということになります。あらゆる子供は伸びる無限の可能性を持っております。学童保育、放課後学童クラブは6時を過ぎてもお迎えまで安心ですよ。私のお母さんが保健の外交員をしながら私を育ててくれました。私たちを育ててくれたわけでございます。契約が9時にある。夜の9時までどうやって子供を預けたらいいんだろう、どこに預けたらいいんだろう。親御様の気持ちは痛いほど分かっております。できるだけ親御様のご希望に沿うようにいたします。小学生並びに学童は英語、算数、国語、理科、社会、学校の宿題と塾の課題、個別指導で夏休みの宿題とかも見ております。小学校夏休みは朝から勉強ですよ。朝勉強して昼からは楽しく過ごすというのがうちの塾のよく学べ、よく遊べの方針でございます。月から金曜日の学校帰りに、これは小学生の塾と学童ですが、月曜日から金曜日の学校帰りに、曜日時間は選択可能でございます。親御様の思う通りでございます。夏休み夏講習も募集しております。福島小学校、沖ノ洲小学校、城東小学校など、遠くは八幡小学校から転校してきた例があります。夏休みの間、日和佐から毎日列車で通塾された例もございます。いつでも途中でも入れますよ。1年から6年生まで幼稚園児も募集しております。小学校を卒業すると自動的に持ち上がり式で上等中学校、一律上等高校など1年から3年まで募集しております。ご要望をお聞かせくださいませ。中学生は週3回、高校生は週2回、90分間の個別指導でございます。お好みの時間帯が選べます。部活の関係で学校帰りとか早い時間、遅い時間、6時ぐらいとか9時ぐらいとか7時ぐらいとか、ご要望をお申し付けくださいませ。中学生は月水金、英語、数学、国語、理科、社会、高校入試の問題、学校の定期テスト対策、夏休みの宿題、夏休み明けの課題テストなども見させていただきます。高校生は火曜日と木曜日、英語、数学、物理、化学、生物、大学入試の問題から学校の授業に合わせてご説明させていただきます。お一人様から家庭教師のようにお子様の言うことをよく聞きます。この子供を賢くする方法というのは、お子様の話を9割はよく聞いて、お互いに
理解する、我を知り、己を知り、相手を知れば、百戦危うからずは孫子の標法でございます。お互いに相互理解したところで、一番適切なアドバイスを1話ぐらい簡潔に明確に言ってあげるわけです。そして相槌、子供の話を聞くときに相槌を打ちながら、お子様の言葉を、同じ言葉を自分の口、私の口から話してあげます。するとお子様の口から出た言葉が第三者を通じてもう一度お子様の耳に入ります。これをフィードバックと言いますが、つまりお子様に考える時間を与えてあげて、自分の問題点は一体何であるか、その問題点を解決するにはどうすればいいかということをお子様自身が考えれるようにしてあげる。お子様の未来を切り開くのはお子様なんです。お子様の未来を叶えるのはお子様なんです。お子様がテストで点を取るのはお子様なんです。軸はそのお膳立てをするだけでございます。中学生は普通科高校に進学できるようにご指導いたします。高校生は目指す大学に向けて無理をさせずにご説明させていただきます。この無理をさせずにというのは非常に重要なことです。教師になりたてのうちはね、なんか難しい問題を解かせると、あるいは説明すると子供が賢くなるように思うんだけどもね、むしろそうではない、むしろ誰でもが解ける問題を必ず解けるようにしてあげる方が重要で、その子どものレベルを測り、その子どものレベルからちょっとだけ階段を上るように、少しずつ少しずつ子供を賢くしていきます。子供を賢くするのに魔法のような方法はありません。例えば特訓で厳しく教えるとね、その時はいいかもしれないけども、それはなかなか継続しないもんです。お子様に知識という魚を与えるのではなくて、知識という魚を釣る方法をお子様に、ご伝授する。しかもそのやり方は会話ですね、ソクラテスの問答法、サンバ術、エデュセレ、子供の中から引き出してあげるやり方でなければね、子供は本当の意味で賢くはならないと私は思っています。非常に手間がかかります。非常に時間がかかります。でもそれが一番確実な方法なんです。お子様の基礎学力が向上すると、結局お子様は人生の荒波を自分の力で乗り越えていけれるようになるのです。勉強しなさい勉強しなさいと子供に言うのは愚かなことです。自分が勉強、親御様自身が勉強していたらね、子供はその学ぶ楽しみっていうのをね、例えば親御様が読書好きであれば子供は読書好きになります。まさにその通りでね、親御様が楽器が好きであれば子供も楽器が好きになるように、なんかね、その、石川亮君のお父さんが、亮君が3歳ぐらいの時に自分のクラブを切ってね、子供用のクラブを与えて、あるいはこう、
生活の親しみがあるものっていうのは人間興味を持つからね、そういう環境、学習環境を作ってあげることがお子様を賢くする一歩だろうと思います。例えば、強制的に教えたり、できないほど宿題を山ほど与えたりするのは愚の骨頂でございます。地図と同じでね、こういうふうにこういうふうにこういうふうに進んでいったらこうなるんだよということを教えてあげればね、子供を進んでいくのは子供なんでね、右へ行くか左へ行くかで非常に大問題でね、険しい道もあれば優しい道もあるしね、具体的にはワープロみたいなちっちゃい字を書いていると、ワープロみたいな綺麗な真面目な字を書いているといいことがあるよとかね、答案っていうのは先生への手紙ですよと、出題者の気持ちになって解く、どこを見てどこをどういうふうに答えたらいいのかとかね、中学生であれば現在の習っている単元、英語の単元の本文を綴りを言いながら書き写すとかね、基本的テクニックはいっぱいあると思います。ただそれをお子様がやりたくなるように仕向けていく、その会話術ですね、そこが一番大切で、まあ無理をさせずに楽しい雰囲気で学ばせるというのが一番いいかなと思っています。テスト前などには曜日のお振り替えをなどもいたします。お時間帯は融通をお聞かせいたします。お申し付けくださいませ。お教えする教科や範囲のご要望をお聞きしながら授業を進めてまいります。お子様の個性に合わせて優しく丁寧に優しい言葉を使って説明させていただきます。このお子様、チャンネルが自分にあるんではなくってね、チャンネルの主体をお子様に置いて、お子様がどう従っているんだろうかなと、お子様をよく観察するということが重要です。逆に親御様がお子様を教える場合は、お子様を教えることにおいて恐怖とか不安とか動揺する気持ちを持たない、親御様が得意な教科を教えたら子供はね自然に得意になります。お勉強が嫌いで超苦手なお子様でありましても、個別指導でゆっくりと基礎の基礎から始めて、時間をかけてよくわかるようにお子様の基礎学力が向上するようにお教えさせていただきます。先生になりたてのうちはなんかこの子物覚えいいとか物覚え悪いなっていうような実感を持つものでございますが、この仕事を30年以上続けていると、人間というものは無限の可能性を持つ存在であって、純粋にテストで点を取るということは、現在の経験を積み重ねることによって習得可能な技術であるという確信に至りました。答案を配られて1分間ぐらいは全部の問題に目を通して、解ける問題から解いていって解く時間配分を考えると、まず最初に、点は取る、第2番目にケアレスミスをずっと潰していって点は拾う、このケアレス潰しをするだけでも各教科5点から10点ぐらいは違うところでねあるので、非常に有効な方法だと思います。まあ基本的にはその考え方
自分はできると思いながらできるんと、自分はできないと思いながらできないと思うんでは全然違うんでね。あのテストを受けるのはお子様であって私ではないんで、子供がやる気を持つ、モチベーションを持つように、その理由付けですよね。なぜ自分は勉強しなければならないのか、自分のため、家族のため、ひいては世の中のため、結局自分が与えるものを最終的には受け取るわけですね。蒔いた種は必ず刈り取らねばならないのと同じことだと僕は考えております。夏講習も募集しております。電話でお尋ねくださいませ。ご遠慮なさらずにお電話でお試しの無料体験ご希望とお申し付けくださいませ。場所はセブン畑店旧跡地ですね。旧昔の移転する前、新しいところにセブンが移転する前の前の土地ですね。現在は整地して更地になってますが、その道路の南側、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートルスロープを上がっていただきます。軸の北側に、駐車できますよ。軸の道路際には原田金物店とか伊藤タクシーさんなんかございます。目印にどうぞ。場所はちょうど福島小学校、上等中学校、我が母校のちょうど中間あたり、セブンの旧跡地、道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートルコンクリートのスロープを上がっていただくと接地軸がございます。お車で来られる方は駅方面から沖ノ巣に向かって、福島小学校を右に見て、司書神社を左へ見て、和牛肉専門店肉の前田さん、肉屋さん、肉のお肉屋さんの前田さんの角を右に曲がってすぐ左へ曲がる、この細い路地を東へ約30メートルぐらい行くと、土軸の北側に駐車することができます。この仕事をもう32年やっております。ひたすら子供を賢くする方法について教えすぎるというのは害があります。教え足りないというのもダメです。ちょうど適当が適当にいいわけで、そのお子様に合ったやり方をお互いに話をすることによって見つけていく、ソクラテスの問答法、サンバ術と言いますが、お子様の中から引き出してあげるようなやり方でなかったら結局ね、ダメじゃないかと思います。子供を賢くする方法、お母さんとかね、お父さんが教えるとね、こんなことも分かってないのかとか言ってね、感情的になるんですね。感情というものは伝わるもんでね、ついついお子様が精神的に不安定になったりね、します。私はもう32年も経験があるのでね、さまざまな経験があります。感情的に子供をね教えるとね、非常にダメですね。客観的にお子様をよく観察して、どこで詰まっているのかを見つけて、その詰まっているところを解消してあげたらね、すっと分かるようになって解ける喜びというね。だから私が本当に教えたいことは、まあ勉強も大切なんやけど、やっぱり
知る喜び、学ぶ喜び、で基本的な基礎学力、医学部へ、ね、入ってお医者さんになった子が、ね、言ってました。先生、英語にしてもな、数学にしてもな、理科にしても国語力上と。国語力を早いうちでつけてあげたらね、結局この結局医師国家試験も文章ですから、文章の中から選ぶわけですからね、もう教科多いし時間も長いしね、だから結局なんて言ったらいいかな、問題の、まあ、説問ですよね、説問のどこを読んでどんなふうに答え、どこに答えを探すか、出題者の意図、出題者は何をさせたがっているのかっていう、結局ね、多くのお子様はね、自分勝手に読んで自分勝手に問題作って自分勝手の答えを書いてるわけですよ。で実際の答えを見たら、あ、全然違うとか、ね、よくありますよ。漢字の画数を書きなさいで、先生これ音違うとかで、うん劣るよとかで、なんでピンなんとかで、よ問題読んでみ、漢字の画数を漢数字で書きなさいとか、あ、結局どういうふうに丁寧に隅から隅まで読むことですね。例えば英語で普通だったら、あ、上げる記号には上げ矢印、最後下げるときは下げ矢印とかで、多くのテスト問題あるんやけどね、中には上げ調子には矢印って書いてね、カッコ A、 下げ調子にはカッコ B で、AB の記号で答えなさいとかで、行間で書いてあるんですよね。だから、うっかりこの間違うんですね。例えば作文 の、 あの問題でね、教科書がマリコ、マリコ、マリコ、マリコでずっとワークとかもマリコで、学んでてね、この作文で名前をマリコに、マルコかな、名前変えてやったらね、引っかかるんですよね。だから例えば100問足し算の中に1問だけ引き算入れとったら、引き算の問題でも人間なんかね、自動的に考えてしまうんですよね。だからこういうなんか解き癖とかね、あるんでね、そういうのを練習するんで、これはまあひとえに練習の問題、習慣の問題であると思う。要はその、思考が実現すると言いますか、考えが実現するというか、言葉が実現するとか、それから、誠実の誠という字は言葉がなるというか、その真摯な生き方というか、うまいこと言えませんが、その考え方、生き方が重要なのではないかなと、還暦を迎えて思うようになりました。すべてのお子様は無限の可能性を内に秘める存在でございます。失敗の中には成功の種がある。そのポジティブシンキングと言いますか、その考え方を教えてあげると子供は一生楽しく過ごせると思います。子供を賢くする方法について以上にでございます。また続きをお楽しみに。